この星に抱かれる多様な暮らしと文化、連帯から生まれる持続可能な私たちの輝かしい未来。185日間の会期を終え、21世紀最初の国際博覧会愛・地球博の幕を閉じる時がやってまいりました。長久手会場にあるエキスポドームです。この時間は愛・地球博閉会式の模様を中継でお伝えします。自然の英知をテーマにした愛・地球博、閉会式ではその成果を振り返ることになっています。日本を含めて121の国と4つの国際機関が参加した愛・地球博。愛知県の会場に世界の人々が集まりました。皇太子殿下が御臨場になります。愛・地球博の名誉総裁を務める皇太子様がエキスポドームに到着されました。皇太子様は愛・地球博の会場を会期中4回訪問されました。シベリアの永久凍土から発掘されたマンモスが展示されているグローバルハウスや日本館、そして外国館などおよそ40のパビリオンを見学されました。小泉総理大臣、豊田章一郎博覧会協会会長、神田正明愛知県知事の出迎えを受け、貴賓席に入られました。ご着席ください。ただいまの曲は渡辺俊幸さん作編曲の愛・未来でした。ここで財団法人2005年日本国際博覧会協会事務総長中村俊夫が開式の辞を申し上げます。ただいまから2005年日本国際博覧会愛・地球博愛知万博の閉会式を挙行いたします。ファンファーレは陸上自衛隊第10音楽隊の皆さん、指揮は伊藤博一等陸尉でした。皆様ご起立ください。日本国国旗の掲揚、国歌の斉唱を行います。国旗の掲揚は
教会儀礼隊の皆さんです。エキスポスーパージャパンオーケストラの前奏に引き続きご唱和ください。どうぞご着席ください。日本国国旗の両側には皆様から向かって左手に BIE 博覧会国際事務局旗、右手に2005年日本国際博覧会協会旗が掲揚されております。ここで改めて素晴らしい演奏で式典の進行を盛り上げてくださるステージ上の皆さんをご紹介しましょう。式は川本綱信さん、演奏はエキスポスーパージャパンオーケストラ、そして名古屋少年少女合唱団の皆さんです。愛知九博は半年間の会期を今まさに終えようとしています。自然の H のテーマのもと、環境に配慮した会場、市民が参加した企画やイベント、最先端の科学技術、そして世界の人と文化の知恵が結集した185日間でした。後世にまで語り継がれる21世紀にふさわしい新しい万国博覧会の姿を提示できたのではないでしょうか。ではここで財団法人2005年日本国際博覧会協会会長豊田章一郎よりご挨拶を申し上げます。本日ここに皇太子殿下の御臨席を仰ぎ、2005年日本国際博覧会の閉会式を挙行する運びとなりましたことは誠に喜びに堪えません。開催までの道のりと開会式、そして時折小雪がちらつく中で迎えた開幕の日から今日までを振り返りますと、万感胸に迫るものがございます。無事に閉幕の日を迎えることができましたのも、参加された各国および国際機関並びに国内出展者の方々のご尽力、関係各位の皆様方のご理解とご支援、そして多くのお客様のご支持があったからこそと心より厚く御礼申し上げます。この博覧会愛知九博は自然の英知を謙虚に学び尊重し、最先端の技術や新しい社会の仕組み、ライフスタイルのアイデアを示すことで、人類と自然が共生し持続的に成長が可能な社会の方向性を見出すことができるよう大きな使命を持つものとして開催いたしました。125の国および国際機関、自治体、民間企業などを加えまして、一般市民の方々からご参加をいただくという新しい形の万博を実現できたことに加え、お客様はおよそ2200万人と、私どもが目標とした1500万人を大きく上回りました。本当に嬉しい限りでございます。
世界中の人々が集い大いなる交流が図られる中で、一人一人が21世紀の未来に思いを馳せ、子どもたちは限りない夢と希望と感動を抱くことができたのではないか、そう考えますと、この博覧会が果たした役割は実に大きなものであり、伝統ある万国博覧会の輝かしい歴史に新たな1ページを加わるものと確信いたします。そして博覧会が終わっても、愛知9博の理念が一人一人の心の中で生き続け、いろいろな形となって継承されていくことを心から記念してやみません。皆様本当にありがとうございました。連日国の内外から多くのお客様をお迎えした地元愛知県、そのにぎわいと交流の思い出を胸に、愛知県知事神田正明様より感謝の辞がございます。2005年日本国際博覧会の閉幕にあたり、開催地元を代表いたしましてお礼のご挨拶を申し上げます。地域の総力を結集した愛知万博が大成功のうちにフィナーレを迎えますことは、私どもにとりましてこの上のない喜びであります。我々開催地元は国内外から多くのお客様をお迎えして、この大事業を最後まで成し遂げたことで大きな自信と誇りをいただきました。万博の舞台を提供する栄誉をいただいた地元として、その素晴らしい成果を末永く継承すべく、これからの地域づくりにしっかりと生かしてまいる所存であります。この万博が目指した持続可能な社会形成のトップライナーとなる志を持って、国内外からご来場いただいた皆様方への感謝の気持ちとさせていただきたいと存じます。最後に、ご臨席の皇太子殿下、小泉総理をはじめ各国政府の皆様方、国際機関、博覧会協会、国内関係者の皆様方、そして愛知県民の皆様方に心から感謝を申し上げます。誠にありがとうございました。続きまして、ホスト国日本を代表し2005年日本国際博覧会の名誉会長でもあります内閣総理大臣小泉純一郎よりご挨拶を申し上げます。皇太子殿下のご臨席のもと、2005年日本国際博覧会愛知9博の閉会式が開催されるにあたって、政府を代表して一言ご挨拶を申し上げます。愛知9博は開幕以来、国内の各地から、そして世界中の国々から当初の予想を大幅に上回る2000万人を超える方々が来場し、成功裏に開催することができました。本日ここに公表のうちに閉会式を迎えることができましたのは、120を超える国や機関、企業や団体、市民の皆さん、そして愛知県名古屋市をはじめ多くの方々のご尽力の賜物であり、心から御礼を申し上げます。半年前、私はこの博覧会の開会式で、環境保護と経済発展を両立させる上でもったいないという日本語を大事にしたいと申し上げました。この博覧会では、物を大切にするもったいないという心が科学技術と結びつくと大きな力を発揮するということを、生ごみを使った燃料電池発電や、使った後は分解して土に変えるプラスチック容器など、身近な形で示してきました。会場を訪れた多くの方々も、
身をもって実感されたことと思います。愛・地球博をきっかけとして、物を大切にするもったいないという心が世界中に広がり、人間と自然が共生する新しい社会が実現することを記念してやみません。終わりに、愛・地球博の成功のために今日まで献身的な努力を重ねてこられた財団法人2005年日本国際博覧会協会をはじめ、関係者の皆様に感謝と敬意を表しまして、挨拶に返していただきます。愛・地球博は国際博覧会条約に基づく万国博覧会で、事務局はパリに本部を置く BIE 博覧会国際事務局です。開幕に至る準備段階からBIE 博覧会国際事務局にはさまざまな形でご指導をいただき、会期中も温かく見守っていただきました。ではここで BIE 博覧会国際事務局議長ウ・ジェンミン様よりご挨拶をいただきます。Your Highness、皇太子殿下、小泉総理大臣、Ladies and gentlemen、ご列席の皆様、こんにちは。My friend, Mr. Rosetares、本日はロセル・タレス BIE 事務局長とともに BIE を代表し、On behalf of BIE, our warm congratulations天皇陛下、皇太子殿下、並びに日本政府、そして日本の皆様に対し、愛・地球博の素晴らしい成功を心よりお祝い申し上げます。21世紀の初頭に博覧会が3回、愛知、サラゴサ、上海で開催されます。これらの博覧会は密接に関わり合っています。愛・地球博の成功はサラゴサ、そして上海の成功へとつながり、またサラガサの成功というのが愛・地球博が発信したメッセージがさらに世界中に広がっていくことでしょう。21世紀の2回の国際博覧会が愛知と上海で開催されることは決して偶然ではありません。アジアは今や世界経済の原動力となっています。博覧会はアジアにさらなる活力を与え、その恩恵はアジアだけでなく世界へともたらされます。国際博覧会というものが時代にそぐわないということは決してありません。国際博覧会はますます力を増し、教育、調和、交流、協力、そして革新といった万博が目指すものは未来永劫不変です。過去を見ましても、万博は平和と発展、そして繁栄に寄与してまいりました。今後は共に手を取り合い、博覧会がより良い世界、そしてより良い社会を目指して共に努力していくことを望みます。国際博覧会万歳。最初の万国博覧会がイギリス・ロンドンで開催されてから154年、万博はそれぞれの時代の夢と刺激を私たちに与えてくれました。それは遠い海の向こうの国の姿であったり、夢に満ち溢れた未来であったり、21世紀最初の万博愛・地球博に集い関わられた皆さんの胸には今どんな思い出とメッセージが去来しているのでしょうか。ここで2005年
日本国際博覧会の名誉総裁であられる皇太子殿下よりお言葉を賜ります。坂本晴美博覧会協会副会長のご案内によりステージへ向かわれます。会場にはコスモスの花が飾られています。3月24日の開会式では菜の花でした。自然の英知をテーマとして開催された2005年日本国際博覧会愛・地球博は半年に及ぶ会期を終え、本日ここに幕を閉じることになりました。国内外の多くの関係者の皆さんの熱意と協力のもと、盛況のうちに滞りなくこの日を迎えたことを大変嬉しく思いますとともに、その尽力を深く多といたします。この博覧会で私たちは自然には素晴らしい仕組みと命の力があり、こうした自然の英知を尊重し、人類と自然とが共生していける社会を実現する努力の大切さを学びました。博覧会を訪れた多くの人々の一つ一つの感動がやがて全世界に広がって、さまざまな地球規模の問題に立ち向かう大きな動きとなることを心から希望して閉会の言葉といたします。2005年日本国際博覧会の名誉総裁であられる皇太子殿下よりお言葉を賜りました。私たちの地球には解決すべき問題がたくさん横たわっています。そして私たちは何をすべきかを分かっています。行動する力も持ち合わせています。あとは行動への動機づけです。その大きなきっかけとして2005年のこの日本国際博覧会が地球人類に永遠に記憶されることを願ってやみません。それではこれより BIE 博覧会国際事務局機の引き継ぎを行います。BIE 博覧会国際事務局に登録された万国博覧会は、近年1992年にスペイン・セビリア、2000年にドイツ・ハノーバーとリレーされ、2005年日本・愛知へとやってまいりました。愛・地球博に続く万博ですが、2010年に中国・上海で開催されることになっています。またその2年前の2008年には新たに設けられた認定博がスペイン・サラゴサで開催されます。万博を引き継ぐ上海市・サラゴサ市の両代表が BIE 博覧会国際事務局並びに2005年日本国際博覧会協会会長とともにステージに集いました。まず新しい BIE の旗が
新たに設けられた認定博の開催都市であるスペイン・サラゴサ市に託されます。BIE 博覧会国際事務局のウー・ジェンミン議長とヴィセンテ・ゴンザレス・ロセルタレス事務局長から2008年開催のスペイン・サラゴサ市ホアン・アルベルト・ベジョック市長に BIE 旗が手渡されます。サラゴサにおける万博のテーマは水と持続可能な開発です。続きまして2010年開催の上海市へ BIE 機の引き継ぎを行います。慶応ポールにご注目ください。旗の効能です。185日間愛・地球博の会場に掲げられていた BIE 国際博覧会事務局旗が今下ろされます。次の万博開催地、中国上海の代表へと旗が引き継がれます。2005年日本国際博覧会協会がお預かりしていた BIE 旗が豊田章一郎会長から BIE 博覧会国際事務局のウー議長、ロセルタレス事務局長の手に戻ります。2010年開催の上海市ソー・ユーパン副市長へと引き継がれます。中国上海における万博のテーマはベターシティ・ベターライフです。愛・地球博が綴った21世紀の万国博覧会その第一章、物語は今新しいページがめくられました。開会式は式典が終了し、メッセージイベントが始まります。8月25日木曜日、曇り。今日愛・地球博に行った。リニモから見えてきた会場は緑に包まれてとても綺麗だった。ゲートから見上げた会場は大きくて夢のようで、でもどっかあったかくて、僕はいつの間にか走り出していたんだ。お母さん、早く早く。うわ、人がいっぱいだ。お姉ちゃん、お土産は後にして。何見よう、誰と話そう。森蔵とキッコロはどこにいるんだろう。
何か聞こえてきた。ステージ前に登場したのは、万博会場を連日パフォーマンスで盛り上げたソルバンバンの皆さん、そしてパビリオンのマスコットたちです。家族が登場しました。家族の万博での思い出が絵日記で紹介されます。演じるのは竹下恵子さん、松浦彩さん、神木隆之介さんです。終わるんだね。そうね、もうおしまい。もっと見たかったな、パビリオン。リュウはやっぱりパビリオンが一番楽しかった？うん、いろんな国の人がいて、いろんな文化があるんだって初めて分かった。そんなの学校で習うじゃない。ちゃんと勉強してないんじゃないの、リュウ。そういう意味で言ってるんじゃないのよね。そうだよ、姉ちゃん。初めて感じたんだ、世界がそこにあるって。あと、映像やショーもすごかった。あとロボット。お姉ちゃんは？私はやっぱりコンサートかな。改めて185日間のイベントプログラムを見直したんだけど、こんなにすごい半年間ってちょっと他にないなって思う。あ、そんなお母さん何に驚いたの？私に驚いた。え？仲間と力を合わせればもっとすごいことができるかもって気づいた、私に。市民参加プログラムで頑張ったもんね、お母さん。頑張ったんじゃないのよ、楽しんだだけ。終わっちゃうんだね。そうね。9月25日日曜日、僕の楽しかった万博が終わりました。ステージの奥には開会式に登場した未来の地球の子どもたちが現れます。地球の子ども、ずっとずっと先の未来に生まれるこの星の子どもです。大成功ですね、愛・地球博。おめでとうございます。おめでとうございます。皆さんにとって大きな185日間がいよいよ終わるんですね。でも地球に横たわる様々な問題は残念ながらまだ終わっていません。今もたくさんの命が失われています。人の命、生き物の命、種の絶滅は依然として続いています。そう、遠い昔のあのマンモスのように。大切なことを語りかけていたあの眼差しには出会いましたか？今、僕たちの時代に同じような万博をするなら、消えていった生き物の展示には事欠かないでしょう。悲しい万博は嫌です。この星に生きる喜びと楽しさを感じられる万博がいいです。たくさんの人、いろんな文化や価値と出会える万博がいいです。愛・地球博のような。でも、その答えが本当に明らかになるのはもう少し先かもしれませんね。だから約束してください。愛・地球博の価値を、幸せな未来を、
これからここから人類が共に手を取り合って形作っていくのだと。僕たちのために、命のために。持続可能な未来社会のために、愛・地球博では最先端の科学技術や知恵を寄せ集めて、さまざまな実験や取り組みが行われました。しかもその特徴は市民レベルでの参加を得て、今後に大きく広がる可能性を持っている点にあります。たとえささやかであっても、いつか大きな花を咲かせれば第一歩は永遠に記憶されます。その足跡の一部をインターネット放送局の市民記者ジェニファー・クォンさんがリポートします。市民放送局の記者ジェニファー・クォンです。アメリカから参加しています。一般市民の視点から愛知万博のさまざまな活動を取材してきました。この万博には235の市民活動が参加しています。文化の障害や紛争や貧困、環境問題などについて訴えかけました。私たちをはじめ市民が参加したのはこの愛知万博の大きな特徴です。市民の力、企業の力、国の力を合わせてより良い未来を作っていこうというのがテーマでした。パビリオンで使用される電気の一部は愛・地球博で新たに紹介された未来のエネルギーで賄われました。原料は会場内で出た生ごみやペットボトルなどです。また会場間を走るバスにも新エネルギーが使われました。燃料は有害物質が出ない水素。この技術は今実用化が進められています。静かだった。普通の車とあんま変わらなかった。こういう燃料電池自動車だとか太陽電池だとか、あの風力発電だとか、もうどん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 発展してほしいですね。21世紀の大きな課題、クリーンで効率の高いエネルギーの可能性を世界に発信しました。エキスポエコマネーも大きな注目を浴びました。入場券にエコマネーというポイントを貯めるシステムです。買い物の時にレジ袋をもらわない、ゴミ拾いなどの環境に優しい活動を行うなど、エコロジー運動に参加することでポイントがもらえます。自主的に地球について少し考えようとかっていう、そういうきっかけになれば一番いいんじゃないかなと思ってます。貯めたポイントは景品との交換や植林活動への寄付に利用できます。植林のシンボルとして渡される緑のシールが大きなボードを埋めていきました。一人一人の力を大きな力に、愛・地球博で生まれた新たな動きです。私は愛知万博が終わったらアメリカのサンフランシスコに戻ります。そして市民放送局のサンフランシスコ支局長となり、次の上海万博を目標に素材を続けていきたいと思います。皆さん、 See you in Shanghai! さて、こちらには閉会式のメッセージイベントの進行を家族という設定でお手伝いいただいている女優の竹下恵子さん、俳優の神木隆之介君、そして歌手の松浦彩さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。お願いします。さて竹下さん、もう愛・地球博も閉幕、はい、もう間近ね。これまでいろいろな形で関わってこられて、どうでしょう、感慨もひとしおなのではないでしょうか。はい、たくさんの方たちと出会っていっぱい笑顔をもらいました。こうやって愛・地球博で隣の人と知り合って、その人と違うところも分かってつながっていけば、きっと今私たちが抱えている難しいことにも答えが出るんじゃないかと思います。この愛・地球博が開かれたふるさとがまた好きになりました。なるほど、そうですか、はい、そして
神木君、そして松浦さん、はいはい、あの森蔵キッコロとももうお別れなんですよね。寂しいですよ ね。なんかこうついに来ちゃったかっていう感じがするんですが、うん、もう会えなくなってしまうんでしょうか。そうね、うん、まあなんといってもこの愛知九博の一番の人気者、そしてスターでしたからね。思い出の中心にはいつも森蔵とキッコロがいました。森に暮らして前年、わしは森の老人なり。森蔵やキッコロのことも昔からよく知っておる。世に森蔵キッコロとの別れを惜しむ声満ちる今こそ話して信ぜよう。デビュー当時、我が友人森蔵が密かに落ち込んでおったことを。森蔵、目が怖い。森蔵、なんか可愛くない。そんな声もちらほら聞こえた。デビュー当時じゃった。何を言ってるか。昨日も今日生まれた若者に可愛い可愛くないなどと言われる筋合いはないわ。マスコットのふりをしてアイドルのような立ち回りをしながら人間の気づきと行動をじと見つめておった森蔵の、それはそれは奥深い目だったのじゃ。さて森蔵、そしてキッコロに問う。人類はまだこの星に暮らしうるか。そうか、見届けたのじゃな。ならばわしもことほぎ岩をこの星に住む命の仲間を代表して百獣の王獅子の精を呼び出そう。白の閉幕に現れいでし獅子の精、愛地球博の開催は数えて185日、実にわずかなことなれば、まだ成功とは申さぬ申さぬ。千秋万世、次の世代につなげつつ決意のほどを舞い見せん。白い髪が親獅子、そして赤い髪が子供の獅子です。親獅子と子獅子が左右に入れ替わりました。愛・地球博で得たものを子が親から引き継いでいくという意思を表現しています。
中部地区を中心に活躍する各流派が合同で創作した舞踊パフォーマンス決意の舞。ただいまのご出演は西川和正さん、工藤秀樹さん、西川鯉之丞さんでした。そしてステージの周りを飾ったのは会場に集まった人たちによって機織り機で少しずつ織りつながれた色鮮やかな布です。一人一人のわずかな紬は愛・地球博を通してなんと全長3000メートルにもなりました。たくさん、ね、いろんな人が集まりました。いろんな文化を知りました。そしてつながりました。ここで知ったこと、気づいたこと、始めたこと、さあみんなで持ち帰りましょう。愛・地球博の仲間たちが森蔵とキッコロを迎えにやってきます。YOSHIKIさん作曲、愛・地球博公式イメージソング I'll be your love に乗せて森蔵と吉光の周りに集まってきたのは参加した121の国4つの国際機関の旗です。旗手は日本ボーイスカウト愛知連盟の皆さんです。客席からは各国のパビリオンの皆さん、そして一市町村一国フレンドシップ事業で交流を深めてきた愛知県内71の市町村の子どもたちがやってきました。さらに企業や自治体、協会のパビリオンの皆さんも入場してきています。愛・地球博に集った国々を参加申し込み順に改めてご紹介しましょう。カナダ、ボリビア、スペイン、ウガンダ、ウズベキスタン。愛・地球博には国内の博覧会では最も多い121の国と4つの国際機関が参加しました。各パビリオンの準備の進め方も国によってまちまちでした。3月25日の開幕に間に合わない国もありました。一番最後に会場にやってきたのはアフリカのチャド。展示ブースが開いたのは7月の10日でした。世界の国々が集まった万博、世界中の文化と触れ合うことができました。各国の文化を紹介するナショナルデーは連日開かれました。またダンスや外国語の教室などパビリオンで海外の文化を直に感じることもできました。ドイツ、カンボジア、ギリシャ、ルワンダ、ブルガリア、アフリカ、中南米や中央アジアなど今まであまり馴染みのなかった国々との出会いもありました。ジブチ、アルゼンチン、エジプト、トンガ、ベルギー、コンゴ民主共和国、ドミニカ、ベリーズ、エチオピア、セネガル、ガボン、フィリピン、タイ。地元愛知県の市町村も海外との交流を深めました。地域を挙げたおもてなしをする一市町村一国フレンドシップ事業が各地で行われました。愛知県の71の市町村の子どもたちが閉会式にも参加しています。ナイジェリア、ベネズエラ、アゼルバイジャン、パキスタン、マリ、オーストリア、イタリア、クロアチア、マレーシア、ボスニア・ヘルセゴビナ、サントメ・プリンシペ、サモア、デンマーク、パナマ、ホンジュラス、アイスランド、アルメニア、ブルキナファソ、フィンランド、スウェーデン、エクアドル、ノルウェー。最も人気を呼んだのは企業や自治体のパビリオンでした。連日パビリオンの前には行列ができました。ロボットや IT などの最新技術を駆使し、
自然の英知というテーマに沿った展示で観客を引きつけました。121カ国185日間にわたる地球大交流、その幕が今日閉じられます。経済協力開発機構国際赤十字赤新月運動。以上、121の国4つの国際機関の皆さんが今185日間の思いを一つにしてエキスポドームに集まりました。民族、文化、自然、風土の多様性を知り理解し、連帯の輪を広げた185日間に別れを告げる時が参りました。いよいよフィナーレです。芽が出た、花も実もない、まだそれはほんの小さな芽。21世紀最初の国際博覧会に集まったすべての人へ。100年後、この星にきっと私はいない。100年後、この星におそらくあなたもいない。でもようやく顔を出した目を、私たちはそんなわずかな年月で忘れたくはない。未来に花を咲かせ実を結ばせるための185日間だったと信じたい。愛地球博。閉幕の時を迎えた今、聞き慣れたその名前を改めてかみしめてみる。世代を超えた行動のリレーを始めよう。すべてはこれから、ここから。心が乾く時には思い出して、子供の頃のこと、汗の匂い、夢に傷ついた時は思い出して、大地のぬくもりと教わった約束のポーズって覚えてる？まず軽く手を握って、まず小指、次に人差し指と親指、3本の指を立てるんだ。
I love you っていう手話の世界共通の言葉ね、うん、さあみんなで約束しようよ。三本の指を高く上げて左右に振りながら約束しましょう。明日の地球のために。約束をありがとう。約束をありがとう。一つ皆さんにお伝えしたいことがあります。私たちの時代でも世界中の森で2005年9月25日からモリゾーとキッコロは元気に暮らしています。曲はフレンズラブビリービングエキスポ2005でした。指揮はこの曲の作曲者でもある服部克久さんでした。松浦さん、竹下さん、神木君、そして愛・地球博にご参加いただいた全ての皆さん、どうもありがとうございました。